今日滋賀県高島市で出荷された近江米、極早品種の花越前900袋およそ27トンです。猛暑の影響などで品質が心配されましたが、上質な米が育ったということです。消費者の皆様にですね、いち早く提供し、美味しいお米をですね、皆さんに、ご賞味いただければというふうに思っています。そんな新米の出荷に期待の声が高まるのにはある理由が。大阪市内のスーパーを取材すると、こちらのスーパーではお米が品薄となっており、商品棚は空の状態となっています。米売り場の棚は空っぽに、一家族一袋までという制限も。お米置いてあるところがもう一つもなくってびっくりしました。家はまだお米たくさんある感じ？ないんですよ。だからどうしようかなと思ってこれ4軒目、日本人みたいだいたいお米ですやん。パンでは重たい。この日入荷したのは10袋ほど。例年の2倍近い価格で店頭に並びましたが、およそ1時間半で完売しました。品薄感が出てきたのは、今年の春、3月4月ぐらいの頃からだんだんと、値段も高くなってきたんですけれども、毎日問屋さんにですね、お米をですね、発注をするんですけれども、本当にいつ入ってくるかわからないというのが実情で、私たちもわけがわからないような、計画が立てられないような、そんな状況が続いてます。こうした米不足は全国各地で起きていて、農林水産省によると今年6月末時点で民間の在庫は前年から 21% 減り、156万トンと過去最低水準となっています。米をめぐってはおよそ30年前に記録的な冷夏の影響で深刻な米不足となる平成の米騒動があり、アメリカ産の米やタイ米が店頭に並びました。再びやってきた米不足、令和の米騒動とも言われる事態に家庭からは悲鳴の声が上がっています。大阪市内に住む伊藤さん一家、小学生の娘2人と幼稚園の息子がいます。いただきます。いただきます。この日の夕食は子どもたちがリクエストしたすき焼き。お米がどんどん進みます。すごいやん、めっちゃ食べるやん。徐々に減っていく米、母舞さんは頭を悩ませていました。で今特に夏休みで、普段やったらこの2人、こっちもか、給食があるんですけど、給食今ないのでお弁当を作ってると、なんかこの夏休みの米の減り方すごかった。だから特に最近もんないっていう感覚が大きかったですねお盆前に5キロ買いましたが、すでに半分がなくなっていて、あと10日ほどで底をつきそうだと言います。お米は好きですか？好きです。子供の栄養を考えると米は欠かせず、こんな工夫も。雑穀はまだ売ってるので、さっきのご飯もちょっと麦足してたりとかして、ちょっとだけその米の量を減らしてみようかなっていうもがいておりますパスタにするとか、お好み焼きでもしようかってなるんですけど、子どもの栄養とか考えるとね、やっぱりそのご飯とおかず何品かっていうふうに考えたいので、米がないのはちょっと困りますねなぜここまで深刻な米不足に陥っているのでしょうか？僕も米屋やってもう27年29年ぐらいになりますけど、もう初めてですね。
こんな米がないないなんていうのは初めてです。飲食店などに米を卸すこちらの業者によると、新米が出回る前の今の時期は例年だとまだ在庫が残っているということですが、今年は枯渇状態だと言います。一番根本的な原因っていうのは、もう作り手不足による絶対数の減少っていうのが一番大きくて、あともう一つは、インバウンド需要の回復、海外のお客さんもだいぶ戻ってきたんで、そこでの消費っていうのが増えたっていうのも一つあります。猛暑で米の品質が低下し流通量が減少したところへ、インバウンドの影響などで主食用の米の需要が10年ぶりに前年を上回り、米不足となっているのです。大阪市北区にあるおにぎり店に行ってみると行列が。やはり外国人観光客に人気のようです。おにぎりはトッピングにもよりますが、1つ350円から。多い日はお客さんの3割から4割が外国からの観光客だそうです。What taste of onigiri did you buy? I got the salmon and salmon roll and negi toro. Not as popular as Japan. Japan is more popular, but yes, back home it's popular. We saw it on social media and also Google reviews had really good reviews. And we love onigiri, so that's why, yeah.A lot of feeling. Yeah. 不足自体は去年の年末ぐらいから去年から言ってたので、でそれが今年になってより加速した形になります、ね。そうです、僕たちは価格は上げてなくてですね、もうそのままの値段で。米不足で今年は特に新米の出荷が待ち望まれますが、販売店の橋本さんによると。米不足が解消するのは9月から10月にかけてではないかということです。今度新米で出しても皆さんが新米にわっと殺到するんで、特に出始めの新米というのは一瞬でなくなると思います。やっぱり秋口、一番新米が全国から集まる秋口になったら、まあ多少今よりは改善はされるかなと思いますね。日本人の主食に迫る危機、令和の米騒動は収束するのでしょうか。日本人も外国の方も大好きなお米、ね、品薄状態、そして価格の高騰が続くこの令和の米騒動、いつまで続くのか専門家に伺いました、うん。市場アナリストの木地さんによりますと、新米の流通が安定してくる9月頃には品薄は落ち着いてくるんじゃないかなということで、もう少しかもしれないですね、うん。まあ、消費者にとっても、そして売り手の方たちにとっても本当に困った状況に今はなってますね、安田さん。まあ、こうやってね、我々も品薄状態を報道していると、やっぱそこで不安に感じて、ちょっといつもよりも余分にというか早めにお米をっていう、まあそういったしょうがないその個々のご家庭の追加的な需要がどんどんやっぱり品薄を加速させていく面はあるんですよね。コロナ禍でトイレットペーパーがなくなっちゃうのがちょっと似てるところもあるので、秋になってまあ新米が出てきて、ある程度棚にお米が戻りましたよということも合わせて報道するし始めると、おそらくそういった駆け込み需要的なものが減ってくるので、まあ元の状況に、ね、戻るのかなと思いますけどね、うん、徐々にということなんですけれども、はい。まあ、ただね、やっぱ心配されている方の声も多くてですね、この番組にいただいた声ですね、視聴者の方からいただいたものを専門家の木地さんにも聞いていますので、こちらです。はい、番組で LINE アンケートを行いました。兵庫40代の方、はい、価格の高騰はどうなるの？大阪50代の方、平成の米騒動の時みたいにタイ米などを食べることになるということなんですが、こちら専門家の見解です。はい、同じく木地さん、まず価格ですけれども、例年と比較して高値が続く可能性もある。日本酒や
米菓、米のお菓子などの米製品の値上げも今後あるかもしれないということなんです。そしてこちら、タイ米などをまた食べることになるのかということですが、以前より影響は限定的、まあ、平成の米騒動と思いましたよね、うん、パニック買いなどをしなければ輸入品に頼る必要はないんじゃないかとおっしゃっています。今平成の米騒動は安田さん深刻でしたからね、はい、例外もあってね。ただ今回はそのお米以外の、まあ、炭水化物主食にあたるものが、はい、まあ、そもそも輸入にかなり頼っているので円安で値上がりしてたんですよね、はい、なので相対的にお米の需要が高くなっていた、そのお米が品薄状態になっているので、その平成の米騒動の時と比べると、はい、他のお米以外の、まあ、麺だったりパンだったりに切り替えがそっちも高いっていうので、家計はしばらくちょっとね耐えなきゃいけない期間があるかもしれないですけどね、はい、あとはだからパニック買いなどしなければという専門家の方もおっしゃってましたね。そうなんです、気持ちでこんだけね、我々も確かに米不足とかやっちゃうので、はい、お店で見かけたら、お米の袋いっぱいあるやん、ほんならほんまは1個しかいらんけど、じゃあ2個買うとこかみたいな皆さんがされると、それでどん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 、まあ、さらに品薄が加速するので、やっぱりこう必要な分、いる分、食べる分だけを今の状況では買ってほしいなというふうに思いますけどね。スクープや走るで、ニュースランナー。